はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。積み立 NISA ってデメリットはないの注意点も含めて教えてという方にお話ししていきますね。投資初心者は、まず積み立 NISA からと聞いて始めた人も多いと思います。確かにね、利益に税金がかからないというメリットはあるんですが、決していいことばかりではないんですね。結論を言うと、実は、 積み立て NISA はいろいろなデメリットもあるので始める前にきちんと知っておきましょう積み立て NISA は融通がなかなか効かない点もいくつかあるので今のうちにちゃんと知っておきましょう後で知らなかったと後悔しないようにこの動画で特に気をつけるデメリットを3つ紹介していきますねこの動画が役に立ったと思ったら是非いいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょう では、まず、デメリットの一つ目。20年後に含み損だったら取得価格が下がると。うん。これだけ見てもね、まだよくわからないですよね。なので、順を追ってお話ししていきますが、最初に、積立 NISA の非課税期間のおさらいから行きましょう。積立 NISA は、積立を始めた年から最長20年が非課税期間。つまり、税金がかからない期間となりますね。 例えば、2018年に買った分は、2037年で非課税期間が終了となります。2019年だと2038年ですね。で、この非課税期間が終了する前に売ると利益に税金がかからないんですが、売らずにずっと持っておいて、非課税期間が終了したらどうなるかしていますか これはどうなるかというと、積立 NISA の非課税期間が終了したら、商品は自動的に税金がかかる課税口座に移ります。なので、非課税期間が終了する前に無理して売る必要はないんですね。ただ、非課税期間が終わって、 積立たて NISA の口座から税金がかかる口座に移ったら、結局積立たて NISA の非課税の意味ってないじゃんって思いますよね。しかし、税金がかかる口座に移るタイミングで、ちゃんと対策が取られているんです。では、どんな対策が取られているかというと、例えば、非課税期間の終了時点で値上がりしているケースを見てみましょう。 これは金融庁のホームページに載っている例なんですが、分かりやすいので引用してきました。一般口座のね、例になっているんですが、積立 NISA も同じイメージだと思ってください。ここの非課税期間が積立 NISA なので20年になるというだけですね。で、例えば、購入価格がまず120万円だとして、これをずーっと持っておいて、 20年後に150万円になっていたとします。すると、この20年後のタイミングで、積立 NISA の口座から税金がかかる課税口座に移りますが、その課税口座に移る際の、この150万円の価格が新しい取得価格となるんです。つまり、この例だと、 当初の購入価格120万と、新しい取得価格150万との差額は非課税、税金がかからないというわけなんですね。で、その後、税金がかかる口座に移った後に、170万円まで値上がりしたタイミングで売却すると、 新しい取得価格150万との差額20万にのみ税金がかかるのでお得というわけなんですね。本来なら最初は120万円で購入しているので170万円まで値上がりしたら差額の50万円に税金がかかるんですがこのケースだと20万で済むというわけです。ちなみに 課税口座に移った後に110万円に下がっても税金はかかりません。利益が出ないとね、そもそも税金はかからないので。まとめると、積立ニーサは非課税期間が終了して、課税口座に移る際の価格が新しい取得価格になると思ってください。じゃあ、これがどんなデメリットにつながるかというと、このケースなんです。 非課税期間の終了時点で値下がりしていたとき、今度はね、120万円で購入した価格からずーっと持っていて20年後に100万円まで下がっていたとすると、この100万円が新しい取得価格になってしまいます。で、その後、130万円まで値上がりしたとすると、 新しい取得価格100万円との差額30万円に税金がかかってしまうんです。これって本来はね、最初から課税口座で持っていたら、当初の120万円から130万、最後のね、ここの価格だと10万円しか値上がりしていないんですが、 課税口座に移ったタイミングで取得価格が100万円にリセットされているのでこういうことになってしまうんですね。これこそが積み立 n i s のデメリットその1で20年後に含み損だったら取得価格が下がりその後の値上がりによっては税金を多く払ってしまうかもというわけなんです。じゃあ 20年後に含み存マイナスになっている可能性って本当にあるのって思いますよね。その参考となる資料を見てみましょう。これはね、1950年から2013年で、米国株式の代表的な指数、SP500 に投資した時の期間と年平均リターンの幅なんですが、まず、期間1年、 一年しか持たなかったケースでは、時期によってマイナス37%の年もあれば、プラス52%になった年もあると。まあ、つまり変動が非常に激しかったんですね。一年しか持たないケースでは。それが長い期間持つとどうなるかというと、この15年のケースを見てください。 15年持つと平均リターンの幅がだいぶ安定してきて、プラス4%から19%と。つまり、15年持てば、どの時期に投資しても平均でプラスになったんです。このように、長期間で運用すると、平均リターンは次第に安定していって、例えば、この米国株式のケースだと、 プラスになる可能性が高くなっていきます。積立て i s a も非課税期間が20年と長いので、こうやって長く持ち続けることで、平均のリターンは次第に安定していくと思われます。なので、20年後には利益はおそらく出ているだろうが、ただ将来のことはわからないので、 100%得するわけではないのは注意が必要です。あとはこれも覚えておいてください。20年後に大暴落が来て、やっぱりマイナスになってしまったらどうするかというと、積立 NISA の非課税期間の終了は一変に来ないという仕組みを知っておけば心配いりません。 さっきお話しした通り、2018年に買った分は2037年に非課税期間が終了し、2019年に買った分は2038年に非課税期間が終了します。つまり、非課税期間の終了タイミングっていうのは、一遍に来ないで1年ずつずれていくんですね。そのため、仮に、 2037年のタイミングで大暴落が来ていても、暴落は次第に回復していくので、次の年、また次の年の非課税期間が終了する時期には、もうある程度回復していくだろうというわけなんですね。なのでまとめると、非課税期間の終了は一変に来ないので、 出口付近で暴落が起きても慌てず待てば OK というわけなんです。はい。これで積み立 NISA のデメリットの一つ目の理解は OK でしょうかでは、二つ目のデメリットに進んでいきましょう。では、このパートではデメリットの二つ目、非課税枠の再利用ができないと。 いう点を見ていきましょう。まず、積立 NISA の非課税枠についてのおさらいなんですが、年間の枠は40万円でしたよね。で、この年間というのは1月から12月のことだと思ってください。で、例えば、ある年に投資信託の A を合計20万円積立したとすると、 残りの枠は20万円になりますよね。なので、新しく別の投資信託 B や C を積み立てしようと思っても、合計で20万円までしかもうその年は積み立てができないというわけです。非課税枠の理解はこれでまず OK でしょうかじゃあ、非課税枠の再利用ができないとはどういうことかというと、これを見てください。 さっき買った投資信託の A をやっぱり別の商品にしたいとすぐ売ったとしますよね。そうすると、その年に購入した分を売却した場合、空いた枠を再利用することができないんです。つまり、投資信託の A を20万円分積み立てしていたとして、 それをすぐ売っても、非課税枠は40万円に戻るわけではなく、その年は残り20万円しかもう枠がないというわけなんですね。なので、これは覚えておいてください。非課税枠は再利用ができないので、新規の枠がないと商品を入れ替える。この入れ替えをスイッチングと言いますが、スイッチングは不可なんですね。 ついでに、これも知っておきましょう。使わなかった非課税枠の繰り越しもできないと。例えば、1年間で積立 NISA を20万円しか使わなかったとします。そうすると、残りの空いている枠、20万円を来年に繰り越すことはできないんです。うん、このあたりがね、まあなかなかね、融通が利かないデメリットかなと思います。 なので、注意点としては、使わなかった非課税枠の繰り越しもできないので、ご利用は計画的にというわけなんですね。じゃあ、年の途中から始めて枠を使い切るにはどうしたらいいかっていうのが気になりますよね。これは増額設定を使えば OK です。増額設定は何かというと、例えば、楽天証券なら こんな感じで増額設定できる欄があります。僕はね、もう積立 NISA はほぼほぼ満額でやっているので、増額可能額はこんな感じでだいぶちっちゃくなってるんですが、これを設定するだけで、年の途中から始めた人でも積立額を増やすことで枠を最大限利用できるので覚えておきましょう。はい。二つ目の非課税枠のデメリットもこれで OK でしょうか では、最後のパートで3つ目のデメリットを一緒に見ていきましょう。はい。では、この最後のパートで3つ目のデメリット、他の金融機関への乗り換えが面倒という点を見ていきましょう。これはね、これから積み立 NISA を始める人もぜひ気をつけてほしいんですが、 基本、一人一つまでしか積立 NISA の口座は作れず、他の金融機関で買った投資商品は移すことができません。どういうことかというと、例えば、A 銀行で購入した投資商品は、B 証券に移すことはできず、A 銀行の積立 NISA 口座、預かりのままで非課税になるというわけなんですね。 積立 NISA 講座は一人一つまでしか作れないので、他の金融機関で再度積立 NISA 講座を作ろうと思った際は、すでに元の金融機関で持っている商品を移すことはできないんですね。まあこのあたりもね、なかなか融通が聞きづらいなぁと思いますよね。 僕もね、この金融機関乗り換えでは、面倒になったエピソードが実はあるんです。何かっていうと、銀行員の頃にね、当時の同期に頼まれて、一般ニーサの口座を開設したんですよ。まあその時はね、ちょうどニーサ制度が始まった時期で、僕がいた銀行でも口座開設をどんどんしていきましょう、みたいなキャンペーンがあったんですね。 で、まあ、お願いだから開いてよと言われ、その時に一般 NISA 座を開設したんですが、しばらくその一般 NISA 座を使わずに放置した後、楽天証券で積み立て NISA を始めることを決めたんですが、すでに自分がいた銀行で一般 NISA の口座があったので、乗り換えの手続きをする必要があったんですね。 まあこれはちょっと面倒でしたね。最初に僕がいた銀行の支店に行って、一般 NISA の口座の廃止の手続きをしてから、その上で楽天証券で手続きをして、みたいな流れだったので、結構時間がかかったんですよね。なのでまとめると、 積立 NISA の講座は金融機関の乗り換えが面倒なので最初からどこで開設するかはちゃんと考えましょう。じゃあ、積立 NISA はどこで始めるのがいいかっていうのが気になりますよね。これは、どの銀行、証券で始めても積立 NISA の講座開設自体は無料なんですけど、商品のラインナップが変わってくるんです。 例えば銀行とかだと選べる商品が数種類しかラインナップがないところもあるのでちょっと微妙なんですよねなのでどこがいいかというとおすすめは楽天証券か SBI 証券ですこの2つなら銘柄も豊富でネットからの申し込みで OK なのでそして特に 楽天証券なら楽天カード決済で1%還元があるので非常におすすめですね。なので迷ったら楽天証券か SBI 証券を選べば間違いないでしょう。この楽天証券と SBI 証券の比較は概要欄の関連動画を見てみてください。あとは最後に こんなデメリットもあるので気をつけましょうっていうのをさっと見ていきますね。まずはこれですね。普通の特定口座ならできる損益通算などが不可と。うん。これは何かっていうと、普段使用する特定口座と積立 NISA 口座での損益通算ができないというわけなんですね。まあ、投資初心者の方はね、最初は特に気にしなくても OK なんですが、 そして次はこれ。買い付け方法が積み立てしか選べないと。うん。まあ積み立て NISA なんでね、それはそうなんですけど、ただし、これはボーナス設定をうまく使えば、年の初めにほぼ一括で投資する裏技もあります。まあおまけ程度にね、知っておいてください。最後はこれです。 積み立 NISA 対象の商品は厳選されているので、幅広い商品から選びたい人によってはデメリットかもしれませんと。うん。まあ例えばね、個別株とか選びたい人は積み立 NISA では選べないので悩むかなって感じですかね。まあ人によってはっていうレベルのデメリットなので、これらは参考程度に見ておいてください。 このように、積立 NISA はいろいろと融通が効かないデメリットがあるんですが、それでも非課税のメリットは強力なので、きちんと理解して使っていきましょう。はい。では今日のまとめです。積立 NISA にはいろいろと融通が効かないデメリットがあります。例えば、非課税期間終了時の注意点や、非課税枠の再利用ができない点。 また金融機関の乗り換えが面倒な点などですねただしそれでも積立 NISA の非課税のメリットは強力なのでデメリットをきちんと理解した上で使っていきましょうはい積立 NISA のねデメリットのお話はこんなところですね気をつけてほしいのは これらのデメリットがあるからやめましょうってことじゃなくて、積立 NISA は間違いなくお得な制度なので、ちゃんとデメリットも理解して使ってくださいということなんです。僕もね、もちろん、これからも積立 NISA は使っていきますので、一緒に利用していきましょう。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram の DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。